はい、ということで、どうも皆さんこんばんは、場所です。はい、ということで、皆さん、ポチフェス大阪ナンバー、お疲れ様でした。今ね、自分も初日と最終日で参戦したわけですけれども、まあ皆さんはね、どのようなものを買われたでしょうか。ねえ、いやー、なかなかに被弾した方も多いんじゃないですかね。はい、自分もそのうちの一人なんですけど。まあ、ということで、まあ、今回はね、その、ポチフェスでの、購入品、まあ、戦利品といいますか、そちらの方をね、紹介していこうかなと思います。ということで、初日と最終日に被弾したものがこちらです。まあね、まだ袋には入れてますけれども、まあ入れてますけどもって、まあ開封してるけどね。で、こちらが初日に買ったやつで、こっちが、最終日に買ったものになります。それでは、初日に、ね、買ったものからまずちょっとね、お見せしていきましょう。こちらを買いました。よっと、はい、これです。トミックス品番92571と92572ということで、E233 系、2000番台通勤自転車基本セットと造形セット、まあ、要するにフルセットですね。はい、こちら購入しました。いや、まあね、E233 系2000番台って言われてパッと来ない方もいると思いますけれども、あの常磐線のね、地下鉄乗り入れタイプの、233系おります。はい、でこちらお値段なんと重量編成で、17,000円です。はい、いや、まあどうなんだろうね、まあ安いっちゃ安いんだろうけど、まあそこまで安極端には安くはなかったんですよ。まあでも前々からね、ちょっと欲しいなっていうのはあって、まあというのも、まあちょっと床のパーツが欲しいっていう理由で、まあ狙ってたんですけれども、どうせ買うならね、もうフルで買いたいなっていうので買いました。はい、こちらですね。はい。まあ、とりあえず、2015年ロットということで、まあ、結構前のものになるかな。なんやかんやね。はい、こちらです。はい、お次で、最終日ですけど、まず、スティックの方から行きましょう。ジャンクスティック。はい、こちら、もうね、一旦開封して、なんかどえらいことになってるんですけれども、415系1500番台、常磐線のやつですね。はい、こちら。6覇車と、同じく、415系常磐線1500番台ですね。の、9ロットの方の動力車。そう、こちらね、ロットが違いなんですよね。はい。まあ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 、とりあえず置いておきましょう。で、ラストですね。よいしょ。ラストがこちら、ちょっともうなんかね、はい、袋に入れてなんか大変なことになってますけども、こちら、トミックスの、品番が92438、JR225 系5000番台近郊電車基本セットということで、あれですね、関空紀州路快速の、4両の方です。はい、これなんと、8000円なんですが、最終日、まあ2日目からかな、まあ、10% 割というのがございまして、はい。普通、自分その初日にね、こいつを買った時に、5% 割のクーポン券、もらってましたので、さらに 5% オフということで、15% オフになりました。はい。で、まあ、合計で、9000、ちょっとまあ、1万円いかなかったぐらいでしたね。はい。まあ、これ単体で言ったら、まあ、7000円ぐらい。という、まあなかなかのものになり、ものっていうか、なかなかにお得だったんじゃないかなという感じでございます。はい、ということで、それでは、先にね、233の方から中身お見せしていきましょう。まだ購入してから何もいじっておりませんので、とりあえずそのままという感じでお見せできるのでね。はい、ということで、先に、付属ですので、はい、基本セット。中身をお見せしていきましょう。はい、ということでこんな感じです。まず説明書なんですけれども、セロテープのね、色の劣化というか、なんか、劣化は見受けられますけれども、新品です。はい、未使用となっております。運搬表示のやつと、車番インデータとか入ってるやつで、黄色い注意書きで説明書ですね。はい、こんな形の車両でございます。まあね、あんまり関西では馴染みのない車両ではありますけれどもね、結構人気の車両ということで、
中古相場もなかなか高いんですよね。はい、ということでこのような車両です。まず、基本セットがね、クハモハモハクハという感じで入っております。さて行きましょうか。まあもう一個付属品あるんでそちら見ていきましょう。まずこちら、アンテナとか信号円管ですね。はい、無線アンテナと信号円管が入ってたりとか、あのパンタグラフのところにつく飛来機が、別パーツとしてあるんですけども、こちらも未開封です。でもう一つ、はい、こちら、行き先表示のやつですね。はい、これも未使用です。何がついてるのかな、千代田線、常磐線直通で各駅停車、各駅停車の常磐線、各駅停車代々木上原、各駅停車の我孫子で、なんだ、綾瀬、代々木上原というね、種別が入っております。それではまず上からいきましょう。上がね、10号車6、5、1という順番になっております。はい、それではいきましょう。はい、こちらが、クハ E233 の2000番台です。まあ、こんな感じですね。帯色はエメラルドグリーンで、あの昔から受け継がれている色ですね。あの103系の時代からね受け継がれている色です。はい、顔がこんな感じ。普通の233と違ってヘッドライトがこの帯のとこにあったりやとか、あとあの地下鉄対応ということで、非常用扉が設置されているという違いがございます。あとあの幅広じゃないっていうのね、はい、裾が絞られてないストンとした、結構なんかスタイリッシュというか形になっております。はい、まあこんな感じで、で屋根がこんな感じでね、アンテナ取り付け結構あるんですよね。これってなんやろね、あまり詳しくないけど、確かこの車両はあの小田急線の方もね、あの乗り入れたりしてるので、多分その関係でアンテナがついてると思われます。ちょっと詳しくないのでこれ黙っといた方がいいかな。はい、こんな感じで、でね、使いたい床下がこれなんですよ。この機器なんですよね。これの機器がね欲しいんですよね。まああのクハだけ買うっていう手もあるんですけれども、それだったらいずれ編成で欲しいってことになっちゃうんで、はい、なのでそれだったら、ね、もうそれだったらもう編成で買おうということで、購入したという次第でございます。はい、それではお次いきましょう。お次、モハ E233 の2000番台です。はい、こちら、パンタグラフが2つ載っておりますが、1個はね、非常用のパンタグラフということで普段、上げてないです。で基本、いつも上がってる方がこちら側のねパンタグラフとなっております。はい、今こんな感じでささっといきましょう。はい、ラジオアンテナがねここに入ってついてるということで、まあ、珍しいですね。珍しいというかちょっとこれも特徴的ですよね、 E233 の。さあ次いきましょう。5号車です。モハ E232 の2000番台です。はい、まあ特にね傷もなくすごい綺麗な状態ですね。はい、こんな感じ。車輪とかも一応見ておきましょうか。まあ特に目立つ傷は見られないかな、見受けられないですかね。はい、ということで綺麗ですね。さてお次行きましょう。ラスト1号車ですね、クハ E232 の2000番台ということで、まあ、先ほどのねクハ車とほぼほぼ一緒でございます。こんな感じでね、いやかっこいいですね。初の233導入ということなんですけど、いやまさかの2000番台ということで異例の形ですけども、はい、ということで、こんな感じで基本セットの説明でした。さてお次行きましょう。造血セットです。はい、こんな感じ、上から9873で432と入っております。まあもうここでねもう一緒なんで、もう上半分だけ紹介したいと思います。
まずこちら、モハ E233 の2000番台ですね。はい、パンタグラフが載っております。よっと、ね、ちゃんと上がりますね。はい、こんな感じで。はい、ということで、パンタグラフは1個だけ載っております。まあ、E233 はですね、一編成に一つの車両だけ、ダブルパンタということで、予備のパンタが付いてるという形になっております。はい、こちら、モハ E232 の2000番台です。さっきの基本セットに入ってる内容と一緒ですね。モーターは付いてないけど。はい、こんな感じ。では次ですね、サハ車になります。サハ E233 の2000番台です。まあ特に変わりはないですね。床下ぐらいです。はい、こんな感じ。はい、とまあこんな感じで、これで4両と6両この10両フルセットでございます。あとこれだね、ファンタグラフの平行きのパーツが。はい、ということで、以上、E233-2000 番台10両フルセットでございました。まあ、感想、買って感想なんですけども、とにかくかっこよかったですね。購入を進展したんですけども、ジオラマ103の方でね、したんですけども、いや、もうかっこよかったですね。ただちょっと光漏れとか結構気になる、場所があったので、そこはまあちょっと、少しずつやっていこうかなと思いますけどね。さてお次、最終日に購入したものを紹介していきましょう。まずこちら、改めまして、トビックスのね、415-1500 番台でございます。常磐線でね活躍してた車両となって、今では九州の方行ってね、走っておりますけれども、まあこの車両で車番がね、クハ411って書いてるんですよ。これちょっとね、自分まだ415に関してはまだ詳しくはないので、この車番が合ってるのか分かりませんけれども、多分合ってるよね。で、ベンチレーターはね、この別パーツ化された状態なので、やっぱさ、ロットは新しい方ですね。はい、こんな感じです。ね、常磐線とかのこのアンテナへし折れてるというか、ひん曲がってるのって結構なんか中古模型では今日茶飯事って感じですけれども、はい、こんな感じです。まあね、終電も最新式のね、新終電タイプになっております。で、お次ですね、はい、こちら、動力車旧タイプです。旧製品ですけどもね、動力車となっております。モハ414の1505ということで、はい、こちら交流機ということで、ね、交流の屋根のパンタ周りがね、まだまだこれはエンドイン。通勤型で多分、交流機っていうのは多分719以来ですかね。はい。こんな感じ。で、動力なんですけども、こんな感じで、はい。結構ね、古いタイプの動力ですけども、まあ、なんだ、室内等は対応しているっていうタイプのやつですね。はい。ただ、まあ、TN カプラー、ボディマウントタイプの TN カプラーは、には対応しないよというものになります。はい、ということで、こちらはね、ベンチレーターは一体成型型となっております。415はこんな感じですかね。まあ今後どうなるか分かりませんけれども、はい、いや、とりあえず後ろに置いといて、まずクハが2000円で、動力が1500円でした。それのまあ 15% オフという感じですかね。はい、それでは、本題というか、まあね、メインディッシュいきましょう。最終日のメインディッシュ、225系5000番台ということで、パッと来ない方いると思いますけども、225系っていうやつの、一時車ですね。本線の車両でいうと0番台に当たります。はい、こちらの225なんですけども、割とね言われるのがあって、造形はやっぱトミックス、0番台か一時型の顔は、トミックスで、二次型、まあ、100番台ですね。100番台だと5100番台ですけども、まあ、トミックスがいいと言われてますね。はい。まあ、これは参考程度にしてもらったらいいんですけど。
はい、ということで中身見ていきましょう。まあ、これジャンクということで、ね、ここにジャンク、まあ中身確認っていうかな、動作確認とかできないタイプのものなんですが、はい、見ていきましょう。まず説明書、これはもう使用した跡がもう見られますし、あとインデータですね、もうめちゃくちゃ使ってる、めっちゃ使ってはる。残ってるのが上の一番上の2つぐらいですね。はい、まあ、シャバンはちょっとどうするかまだ分かりませんけれどもね。さて、それでは見ていきましょう。まずこちら、クモハ224の5000番台となっております。でね、このシャバンなんですけども、なぜか最初の2両、上の2両だけガラスにね、色水というフィルムが貼られております。はい、で残りの2両は貼られてません。はい、まあこんな感じで、前車ボディマウント TN 化されておりました。これは結構でかいですね。はい、ありがたいでございます。で、優先座席ステッカーなんですけど、これはインレターですね、トレジャータウンさんのインレターを使用されていると見られます。で、ここに、ドアステが貼られてるんですが、それ以外は貼られておりません。はい、こんな感じで、お顔がこれですね。はい、いや、かっこいいですね。確かにトミックスの方がいいのかもしれない。ただ加藤持ってないのでちょっと比較はできませんけれどもね。はい、まあ、こんな感じで、いや、いい顔ですね。よろしい、いや、よろしいってよくわからんけど、はい、約束ね。車番がね、クモハ224の5019っていう車番になっております。ちょっとそこら辺詳しくないんでね、あれですけど、まあこんな感じで、で屋根ね、アンテナのパーツがここ1個ないっていうのがちょっと欠点というかあれですかね。パーツも付属品がね、インレタぐらいしかないので、説明書とね、まあ、ここら辺どうしようかという、まあ、考えどころではあるんですけどね。さあ、お次行きましょう。パンタがついております。モハ、225の5000番台でございます。こちら弱冷車の、インレタと、優先座席のインレタ、そして色水が貼られております。はい、こんな感じ。でもあれですね、全車ボディマウント TN カプラー化されてるのは本当にありがたいですね。それだけでも結構お得だよね。はい、ということで、ではこんな感じ。さあ、お次動力車になります。モハ224の5000番台です。はい、こちら色水というものが貼られてないんですね。もうこう並べるともう一目瞭然、ね、窓の色が違うと思うんですけど、はい、こんな感じで、ドアステとかももう貼られてないという、まあ、優先座席のインデータは貼ったけどみたいな感じですかね。まあ、でもね、本当に塗装自体はね、結構綺麗なんですよ。帯のハゲとかもないんで、で動力もね、良かったです。動力っていうか動作も良かったですね。はい、試運転の動画流すと思うんで、そちら見てもらったらいいんですけども、はい、まあ、こんな感じかな。さあ、お次ラストですね。クモハ225の5000番台。225系はね、もうすべてクモハという編成なのでね、はい、不思議な感じがしますけれどもね、まあ、0.5M と言いますか、クモハだけどこっち側にはモーターついてなくて、逆にここにモーターが入って走ってるよみたいな。で、結局全車モーター、クモハモハっていう感じが、まあ、実質 2M2T とかそんな感じですかね、確か。はい、優先座席インデータが貼られた内容ございます。あたりだね、ベビーカーマウントとかね。はい、こんな感じで、いや、いいですね、かっこいい。パンタグラフとか、平井貴ヒューズボックスの欠品等もありませんでした。で、まあね、この台紙の下にはね、こう残りの8両が入るような、収納スペースがあるということで、紹介はしておりませんが、マイクロエースの223系0番台、まあ、100番台に、買い回す予定なんですけども、そちらをね、持ってるということで、8両こちら
入れたいなという予定でございます。はい、ということで本日はですね、ポチフェス、初日と最終日での購入品の紹介ということで、まとめてさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。なかなかいい買い物ができたんじゃないかなと思いますけども、ちょっとね、買いすぎたかなっていう思いもありつつっていう感じですかね。まあでもね、いずれはどうせ買うやろうっていうもん、車両たちばっかなのでね、まあこの機会に買えたのは良かったかなと思いますし、まあ増税前ということもありましたのでね、思い切って買っちゃったという感じでございます。まあね、他にもね、欲しいものあったんですよ、もちろんすで。あったんですが、まあちょっと優先順位的にとか、値段的にとかもあって、まあ今回のこのような、メンツになりました。まあ今後ね、またどのような発展をするかというか、展開が待ち受けているかというかね、また加工とかして、できましたら、ご紹介の方させていただきたいかなと思いますので、そちらまたね、サルと嬉しいです。415に関してはちょっとどうなるかわかんないんですけれども、はい。ってな感じです。はい、ということで、皆さんね、もし何か買われた方いらっしゃいましたら、ぜひね、コメント欄の方で書いてくださると嬉しいです。ということで、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、ぜひ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。でした。またね。バイバイ。